では99年組の対談後半戦いきたいと思います。ちょっと真面目な話に戻りますけど、まあ、エスパルスってね、多くの先輩方ね、数多く有名な人いますけど、まあ、将来エスパルスで自分が目標としているものとか、数とかね、例えばゴール数これだけとかっていうものがあればちょっと教えていただきたいんですけども、まあ、偉大なる先輩方いましたよね。皆さんご存知ですよね。今ユース監督やられてる沢登さんとかミスターエスパルスって呼ばれてましたけど、 あの人筆頭に、まあ、数々の人いましたけど、ご自身もエスパルスでそういう存在になりたいとかっていうのはありますか？なんでみんなスンってないのかな。もちろんあります。あるよね。もちろん。加藤選手はどういった存在になりたいですか？いや、本当にありきたりかもしれないですけど、うん、このクラブでタイトルを取りたいっていうのはやっぱり一番の目標でありますし、うん、今もあのロッカーにあの J8 制覇、うん、あの書いてありますけど、本当にあロッカーに書いてあるの？あのロッカーに書いてあります。取りましょう。あ、みんなの目標で。はい。お、多分もうあれ、多分もうそれを取りたいっていうのと、あとはこのクラブでなんだろうな、もっともっとあれですね、それこそ ACL とか出て、うん、こう世界的なクラブになっていきたい、うん、でその中心でありたいっていうのはありますね。自分がね、はい、うん、そうですね。山原選手はどうですか？僕はそうですね、もうあの時のエスパルスって山原いたよなっていう、なんかそう言われるような風な、まあ、そういう選手にまで成長したいなっていうのはありますね。まあ、記録も記憶にも残る選手でいたい、はいはい、まあ、皆さんに覚えてもらいたいということですよね、はい、まだまだそれためにはまだ足りないですか？まだまだ、うん、まだまだ足りないです、うん、高橋選手はどうですか？あの、僕は1年目に入った時に本当に1、2年目先輩たちがすごくかっこよく見えて、うん、その時誰いましたか？あ、いっぱいいました。それはいっぱいいるな。今もそうです。今も当時からそうです。誰だろうな。それこそ兵さん、兵藤さんとか。ああ、兵藤。増田近さんとか。高野とかも。あ、高野もいました。ああ、じゃあ高野も世界に行ってね、はい。そういう姿見てるじゃないですか、はい。やっぱそういう風になりたいっていう。なりたいというか、やっぱりそういうそのレジェンドだけじゃなくて、例えばメンバーに入んなかった時の先輩たちとかも知ってるし、うんうん、そういう風になりたいという風には。もう選手とプレー、一プレイヤーとしてね、はい、もうありますし、うん、そういう選手ってこう、なんだろう、いた、どうぞ続けてください。どうだっけ、こう忘れちゃったのかな、勝手に、はい記憶に残っていくと思うんで、皆さんの、あとはチームにこう、クラブに対して伝えられるものってすごく大きいと思うので、うん、そういう風になれたらなとは思います。うん、まあ、滝選手はまあ育成出身で、今ね、育成の最高傑作って立川大輔さんをずっと言われてるんですよ。これね、超える選手がね、出てこなきゃいけないと俺自身は思ってるんですね、はい、もう俺が超えれなかったんで、やっぱいつまでたっても市川大輔という存在が育成の最高傑作って言われてるようじゃダメだと思うんですよ。ここをどう思います？そうですね、そう思います。まあ自分が言わせみたいな、はい、自分が超えていけるようにそれを超える存在に、はい、なります。はいはい、よくできました。よくできました。やっぱりね、そのためにはやっぱチームタイトル取るっていう目標のためには、ここの年代の活躍って僕結構重要じゃないかなと思うんですよね。あれ、そうでもない。で、皆さん今は23になる年ですよね。要はこう若手でもないベテランでもないっていう域に入ってくるんですよ。こう 中間というかね、そこのやっぱ年代の活躍って大きいんですよね。チームにとっては必要不可欠なんですよ。このバランスが大事なんで、そこで皆さんの活躍がとっても重要になってくるんですけど、これからじゃあそのために何ができるか、そして課題は何ですか、加藤選手。
まあ、まずは試合出ること、まあ、サッカー課題聞いたねさっきね。さっき聞いた。そうなんでやそれに対する意気込みにしましょう。意気込みですね。まず試合に出ること、まあでも試合に出ることと、まあ、さっき言いましたけどまずチームの中心的な選手になることで、まあ、それこそ僕たちみたいなこう仲いい世代がこうピッチの中にいてピッチの中でこう言い合ったりとかこう求め合うことによって周りもやっぱそういう風になっていくと思うんで、まあ、みんなでそうやって出てで中で求め合ってみんなで戦って勝てればいいのかなって思うんで、まず僕はあの3人に追いつけるように試合に出ます、うん、山田選手は意気込みを。はい、まあ、僕自身もそうですしここにいる4人もそうですけど、まあ、やっぱり僕たちの世代もしくはこう僕たちより下の世代も合わせてこう試合に出ていくことが本当にチームの底上げになってそのチーム力の向上につながっていくと思うので、そういうその勢いのあるあの選手っていうかそのチームに勢いをもたらすためにも僕たちの存在というのはもう若手の存在というのはとても重要になると思いますし、でその中でも試合に出て結果を残すこともそうですけど、まあ、実際その僕たちより下の年代の選手たちもいる中で、そういった選手の意見をしっかりと聞くことだとか、なんかもう そこの役割も自分たちにはあるなとも思うので、その辺も含めて、まあ、とにかくそのチームの底上げチームに勢いを出すっていうところを僕もそうですしこの99年組4人がやっていく必要があるのかなと思ってます。うん、高橋選手はいかがですか。まあ、個人的にはもっと突き抜けないといけないなというふうには思いますし、それは多分この4人は、持ってるものだけで言ったらそういうの全員がそういう位置にまでいけると思うので、僕らがこう少しでも引っ張っていけたらなと思います。佐々木選手、意気込みは。そうですね、まあ、最近なかなか、なんだろう、うまくいかないことが多くて、まあ、そういう焦りとかもあるんですけど、まあ、それでも平常心で1年間、サッカーし続けることと、まあ、あとは、自分たち年代が、チームを引っ張っていくそういう存在になれたらなっていかないといけないと思うので、ここの1年みんなで頑張っていきたいです。はい、まあ、さらなるね皆さんの活躍もうみんな期待してると思うんで、最後これ締めます。じゃあ、たくさんの応援本当にありがとうございます。僕たち99年組が、さらに活躍して頑張ります。応援よろしくお願いします。